夏暑い。へは出たけども、匂いせず。何の俳句だよ。夏暑い。おならしながら待ちぼうけ。これ何のチャンネルだよ。料理チャンネルだと思ってクリックした視聴者さんの気持ち考えろよ。オムレツ美味しそうってクリックしたらいきなり毛の話された視聴者。今日はスペイン風オムレツを作っていくよ。いいね。これからはスペイン風に生きていきたいですね。昼間からマテイに飲むみたいな。美女に囲まれて朝起きるみたいな。スペインに夢見すぎだろ。卵はロビンマスクエッグとオーズマンエッグを使うよ。売ってるみたいに言わないで。みんなが買いに行ったらどうするんですか？すみません、ロビンマスクエッグはありますか？あ、じゃがいもをレンチンする間にニンニクを刻むよ。今回はニンニクとオリーブオイルが味の決め手になるよ。何せスペインですからね。このチャンネルもついに世界進出だな。世界に売って出るにはまず英語だよね。ハロー、アイハブアペン。おお、センキューブエリーマッチ。オニオンを粗いみじん切りにカットするよ。手を切らないように気をつけないとな。って、意識高い系か。ツッコミ間違ってるよね。はは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 。笑えば済むと思ってる。ここで塩を入れとくよ。粉チーズも入れてかき混ぜるよ。卵と塩とチーズが一体化していくわけですね。切っても切り離せない関係になったな。なんか、やらしいですね。どこが？ズブズブの関係ってやつだな。なんかやらしいですね。やめれ。オリーブオイルで玉ねぎがしんなりするまでニンニクと炒めていくよ。どれぐらいしんなりすればいいですか？一人で国道を歩いてる野良犬の背中見た時ぐらいしんなりしてください。それは、しんみりでね、その犬の人生が背中から透けて見えるっていうかさ。その犬の人生が滲み出てるっていう感じですね。じゃがいもを入れて少し焦げ目がついてきたら、卵のプールにドボンするよ。かき混ぜて、卵に少し熱を入れます。卵に焼きを入れるんですね。怖い言い方はやめて。オリーブオイルを引いたフライパンでかき混ぜながら固めていくよ。だいぶ固まったら、お皿を乗っけてひっくり返す。これを繰り返して、綺麗な円形にしていくんだ。綺麗な円形。綺麗な。お好み焼きみたいになってるじゃねえか。そういう完璧主義が全国の主婦たちを苦しめるんだよ。お前は誰なんだよ。栄養バランスも見栄えも完璧な料理を毎日作るなんてできないんだよ。どこのポジションから喋ってるんだよ。完成。じゃあ、二人とも食べてみて。うまーい。オリーブオイルと塩とニンニクのシンプルな味付けが美味しすぎるのぜ。ケチャップかけても最高ですね。最後に一言いいですか？なんだ。夏暑い。へは出たけども匂いせず。冒頭と同じじゃねえか。セルフカバーだよ。うるせえわ。